はいはい、恐竜のお兄さん加藤博史だよ。今日はみんなにトリケラトプスのお話したいと思うんだ。みんなはトリケラトプスって聞くとどんな姿思い浮かべる？大きくて角があってがっちりしてる。そう、イメージはそんな感じ。でもね、それ大人のトリケラトプスなんだ。大人のトリケラトプスっていうのはこの画面に出てるケルシーみたいに、そうがっちりしてて頭も大きくて目の上の角も大きくて、みんながイメージするトリケラトプスだよね。そう、なんでみんなが大人をイメージするかっていうと理由があるの。それはね、大人のトリケラトプスって背骨のある動物、これ脊椎動物っていうんだけど、脊椎動物の中でも最大級の頭持ってたんだ。多分これより大きいのってクジラさんぐらいしかいないんじゃないかな。それぐらい大きかったの。あ、トロサウルスもいたね。トロサウルスは別でお話するから待っててね。オッケー。今回はね、そんなトリケラトプスがちっちゃい頃から大きくなるまでどんな風に頭の形変わっていったのかっていうことをお話ししていくから楽しみにしててね。ここでのポイントは、トリケラトプスって成長に伴って頭の形が大きく変わるってことなんだ。その例として、みんながイメージするようなトリケラトプス、多分大人、このモートって呼ばれる大人のトリケラトプスみたいな頭だと思うんだ。でもこんな風に、よいしょ、下にいるちっちゃい子から大きなモートまで見ていってね、サイズだけじゃなくって骨でできた扇、これフリルとか襟飾りって言うんだけど、その襟飾りの周りにある三角の骨、わかるかな。その三角の骨のトゲトゲの形とトリケラトプスのトレードマーク、目の上の角の向きが全然違うの、わかるかな。 OK、 この2つ、これがトリケラトプスの成長で大きく変わるポイント2つなんだ。さっきの4頭を左から見てみた画像なんだけど、わかるかな。こっちにいるのがちっちゃい子、そして左になっていくに従って大きくなっていくからね。モートが一番大きいからね。このトゲトゲの形と目の上の角の向き、これがどんどん変わっていくわけなんだ。何が変わるかっていうと、フリルのトゲトゲ、最初これおそらくはフリルそのものにくっついていないんだけど、成長に伴ってフリルにくっついていくので、くっついていったらば三角形がどんどんなだらかになって、で最終的にモートのようにフリルそのものにくっついてってフリルのヘリになっちゃうわけなんだね。だからモートにはフリルのトゲトゲが目立ってないってわけなんだ。目の上の角に関してはちっちゃい子見ると斜め上向いてるの、わかるかな。斜め上を向いた上でジュビートライク3になると上を向いてガッて伸びていくわけ。そして SG5 になるとグイッて、これ後ろから向くようになるの。それでどん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 成長していくと今度は前を向くのね。だからトリケラトプスの角ってまっすぐじゃなくてなだらかなカーブを描いて伸びていくんだな。みんなは三本角の顔って呼ばれるトリケラトプスの角、いろいろ見る機会あると思うけど、一頭一頭ごとに角の向きにも個性が現れるんだよ。この子は残念ながら頭しか見つかってないから何歳かはわからない。何歳かって分かりづらくて、なんでかっていうと、トリケラトプスたちって頭と角が頑丈だからそれ以外の部分がなくなっちゃってたりするんですね。だからこれぐらいは成長したんじゃないかってことは分かっても、首から後ろの骨じゃないと骨の年輪が分かりづらかったりしちゃうんですよ。基本的にはそうですね。ただ若い個体なのにものすごく大きいトリケラトプスもいるので、骨と骨がどれぐらいくっついてるかを見極めてあげる必要はあります。それは中級編でお話しますね。じゃあ今回のまとめいくからね、ここ大事だからね、いくよ。トリケラトプスの頭の形、成長に伴って大きくチェンジします。2つ目は、成長に伴う角の向きとフリルの周りにあるトゲトゲの形、これに注目してね。これが今回のまとめってことになります。最後まで見てくれてありがとう。ここからちょっと深い内容を中級編で掘り下げていくから、見たい人はぜひ見てってくださいね。この動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますよ。次回もまた恐竜たちの世界一緒に調べていこうね。よろしく。